筋トレ前に絶対やってはいけない筋トレの効果がなくなってしまうかもしれないですね。そんな、行動についてご紹介したいと思います。で、これ実はですね、多くの人がやってるんですよ。だからほら、人によってすんげえ筋肉つくとか、いや、筋トレで痩せるなって人もいれば、結構頑張ってるのになかなか体重減らないなとか、なかなか筋肉つかないなって方いると思うんですが、この原因がですね、実はですね、脳の疲れにあるっていうですね、研究を今日はご紹介したいと思います。というわけで今回の、研究なんですが、頭の疲れ、脳の疲れが実は筋トレに影響を与えるかもしれませんっていうちょっと面白い研究なんですね。まず対象にしてる人たちが面白いです。筋トレ好きな男性10名を対象にしたクロスオーバー試験というタイプの試験で行ってます。で、4年ぐらい、トレーニング歴がある人だけを選んでるんですね。だからまあ筋トレの、歴はあるよという人です。はい。で、クロスオーバー試験でちょっとめんどくさいんです、やり方をしてるんですけれども、まあ、簡単に説明すると、その人の本来の筋力をまず最初測って、で、どれぐらいパワーがあるかってことを調べた上で、頭を使うテスト。この場合はストループテストっていうのを使ってるんですが、脳トレとかでよく出てくるやつです。はい。で、こういうのやってもらって脳を疲れさせて、それからまた筋トレをやってもらって、で、何回上げれるのかってことを調べるわけです。でですね、結果どうなったかっていうと、脳が疲れるような作業を行っても、筋トレに対するやる気は落ちません。がですね、回数に差が出るっていうちょっと面白いデータが出たんですよ。具体的に説明しますね。脳が疲れていない状態の方が、脳が疲れている状態よりもですね、15.8% もトレーニングのボリュームが多かったってことが分かったんです。要するに人間って自分の脳が疲れてる時ってのは、疲れてない場合に比べて 15.8% 筋トレの回数に差がついちゃうんですよ。全く同じように限界までやってくださいってやっても脳が疲れてると疲れてない場合に比べて筋トレのボリューム回数が減っちゃうんですよね。で、これじゃあどうすればいいかっていうと、これもう簡単なんですよ。頭を使う作業をする前に体を使った方がいいってことなんです。僕がおすすめするのは朝やる方がおすすめです。なぜかというと習慣化もしやすいし、今言ったみたいに頭を使うですね仕事をしてる人は16時ぐらいの方がパワーは出るんですよ。筋肉のパワーっていうのは。ただこの脳の疲れのせいで筋トレのボリュームが本当に減るんだったら、いよいよ朝やっても夕方やってもあんま変わらないんじゃないって安心になっちゃうわけですね。で、実際に朝筋トレをした場合と夕方筋トレをした場合どっちの方が痩せるのってことを調べた実験だとあんま変わらなくないっていうですねデータも出たりとかしてるぐらいなんで、だから僕が思うには運動は仕事の前にやった方がいいんじゃないかなと思います。で、さらに運動をですね仕事の前にやることによって疲れそうな感じがするんですが、やっぱりね脳がスッキリしますから、頭がスッキリするので集中もしやすくもなりますし、だから僕のおすすめはやっぱり仕事の前に頭を使う作業の前に筋トレとか運動は済ませておくっていうのがやっぱいいんじゃないかなと思うんですね。そんな研究でした。